震災の後も生々しいシベリア抑留からの帰還兵。この送還が終わって初めて敗戦の処理が完結したと言えるのでしょう。時あたかも朝鮮戦争の勃発。この戦時特需をバネに日本はどうやら立ち直ろうとしていました。Oh!